人間の運動をサポートするウェアラブルロボットや歩行をサポートする脳動義足、医療分野で用いられる手術用ロボットや様々な機能を持つロボットの制御、自立走行する未来のモビリティや飛行機、大気環境に存在する PM2.5 やナノ粒子の計測制御、原子や細胞などナノの世界を探る操作顕微鏡、環境エネルギー問題を解決する究極のマテリアル、そして情報化社会を支えるレーザー計測やヒューマンインターフェースなど、フロンティア工学類では未来社会を作る最先端の研究とそのための教育を行っています。